うう、はい、んんんんぎぎゃゃゃゃちちははケ、えージのの中にいますすここはちゃんの巣ですね巣、はいでえー、っと今日はちょっとまた雑談なんですけど、えー、先ほどね、えー、コメントの中に「えー、だって未認可って言ったって許可されてるじゃないですか」みたいなコメントがあったんですけど、えー、未認可と許可は使用許可は全く別物です。 はい。こんなちょっと解説をしたいと思います。え、こういう例ね、割と日本にもあるんですよ。え、例えばですね、え、まあ、去年ぐらいかな。確かあの、これは認可になったんですけど、え、2、3年前ぐらいまで未認可だったワクワクがあります。それはね、え、フルミストっていうインフルエンザのワクワクですね。こちらは天尾式のワクワクです。え、生ワクチン、生ワクワクですね。生ワクワク。え、お花にね、 えー、点微するタイプのワクワクです。これはね、全身に影響がなくて、えー、しかも、あのー、軌道だけ、鼻とか喉とかの周辺だけに免疫をつけるので、えー、実を言うと、インフルエンザになる確率が60%以上を防げるって言われています。えー、でも、このタイプは、まあ、なんて言うのかな。このワクワクですね、は、日本では未認可でした。 最近まででも使用許可はありましたので、えー、取り扱っている何、えー、て言うのかなお医者さんに行って、えー、希望すればやってくれるものですこういうのが未認可でしかも使用許可があるものですねもう一つあのー、そういうものがありますこれ治験薬として、えー、使用許可が OK されているものですねそれは今、えー、がんの治療薬なんですけど丸山ワクチンですね丸山です えー、こちらですね。えー、こちらも認可薬ではありません。認可はされていません。でも使用許可はあります。はい、えー、実を言うとね、これ割とね、えー、成績が良くて丸山ワクチン。えー、の方がね、60%ぐらいね、えー、回復してるんですよ。実を言うと私の友達も、手術できないところに癌ができて、この丸山ワクチンをちょっと打って、癌が全部見える。 目に見えるガンがすべてなくなりました。はい。えー、事実上治りましたけど、まあね、これちょっと丸山ワクワクには、 え、まあ、裏があってね。え、裏って言ったらいいんですけど、え、治った後も数年は、あの、予防のためにやらなきゃいけないんですよ。それをやらないと再発しちゃうんですね。で、私の友達もちょっと残念なんですけど、え、やらなかったので、再発してしまいました。まあ、いろいろ詳しく調べたらそういう事実が出てきたので、え、ちょっとね、それも付け加えておきたいと思います。ということで、え、なんていうのかな。 あ認可されているっていうことと使用許可が降りているっていうことは全く別のことなので、えー、混同しないようにしてください。はい、えー、以上でした。はい、えー、ま、明日は、明日からね、仕事なので、またちょっとね、えー、更新ちょっと減りますけど、ま、よろしくお願いいたします。はい、それでは、沖縄ばばでした。こ、今回は、えー、未認可と、 ね、認可されてないっていうことと、使用許可が、使用許可が降りているっていうことは、全く別物だということを皆さんに、えー、お伝えしました。それでは皆さんまた、沖縄ババです。ごきげんよう